こうして過去の80年間にアメリカ人の食生活は穀物と野菜中心から動物性食品へと劇的な変化を遂げてきました全食品カロリーの40%から50%は脂肪からそのほとんどは動物性の飽和脂肪酸から摂取されています残りを占めているのは生成穀類パック野菜砂糖 人工化学食品などです食生活とともに劇的に変化したものがもう一つあります。それはある種の耐厚性病変、とりわけ、居住性心疾患、狭心症や心筋梗塞およびがんの信じがたいほどの増加です。この原因は明らかにアメリカ人の食生活の悪化であると考えられます。あのようなものを食べていたら、 殺されてしまいまいすよマクロビオティックが示す食生活と同様の食生活が行われている国々では心臓病とがんの発生率が極端に低く研究者たちはこのことからがんと巨地性心疾患は正しい食生活によって予防できると考えるようになってきました。 食生活とがんや心臓病その他の病気との関連性を示す科学的根拠はうなぎ登りに増えています合衆国の食事完全目標という政府のレポートマクガバンレポートを読むと現状がよく理解できますワックスマンの説明を聞いていたサティラロは表向きには反論はしませんでしたが内心ではこう考えました ワックスマンが言うような証拠は聞いたこともない食事が他の病気はホロかがんの根本原因であるなどという意見は到底認めることはできないがんや心臓病の原因についてあまりにも単純化しすぎているなるほど健康の維持に食物は大切だしかしそれが直接的ながんの発生原因だとするのは 蒸気を意識した考え方だ。ワクスマンの論理の進め方は、遺伝的素質、ウイルス、環境における発がん物質など、いくつかある他の可能が全く考慮されていない。ガンと居住性心疾患とは、はっきり区別されるべき疾患であり、共に患者にとって致命的であるという点を除けば、共通性はほとんどない病気だ。それに、 長年にわたってて世界最高峰とされているアメリカの食生活を非難するのもうなずけないアメリカ合衆国は全世界史を通じ食品の多様性と量に関しては最高水準を維持しているアメリカは世界の食料倉庫であり繁栄と豊穣の象徴である食生活に関するいくつかの病気で私が知っているのはビタミン A 欠乏の野毛症 カルシウムやビタミン D 欠乏のイヌル病、鉄欠乏性貧血といった栄養素の不足から来るものだった。そうした疾患は適当な栄養素を増やすことによって簡単に治療できる。食事に関する病気は過剰ではなく不足に由来するということは医学上の定説になっているのである。マクロビオティックの見解はまさに その正反対をいくもので、食事摂取量は程度にもよるが、少ない方がむしろよく、大部分の人は知らないうちに過剰に摂取しているのだという。我々の食生活は、人体が、消費しかつ健康を維持するには、負担が大きすぎるほど栄養に富んでいるというのである。初めて、この話を聞いたとき、私は、あなたは、 裸の王様だと言われたた。ような気がしたサティラロのそんな思いをよそにワックスマンはマクロビオティックの視点からがんをはじめとするさまざまな病気の原因について語り始めました間違った食生活ががんの原因となるということは食事を適切に摂取する正しい食生活を送ればそれは有効な病気の治療法となるということです 体を健康に保つには摂取する食物の量と燃焼してエネルギーとなるカロリーと老廃物として排泄される量の間に平行関係が維持される必要がありますしかし現代人の多くがあまり運動しないために体に蓄積される量が多くなりこの平行関係が崩れていますしかも摂取する食物は動物性食品に由来する 飽和脂肪酸やコレステロール砂糖生成穀物など質の悪い食物が増加しこの結果有害物質が体の中に蓄積して血液の質を低下させています血液の質が低下すればその毒成分が体細胞に浸透して変性が始まりますこの第一歩は脂肪の沈着という形をとり 動脈や心臓の周りに集まります。このことが心臓病、虚血性心疾患の原因となります。この毒性分の浸透による体細胞の変性は、心臓病以外にも高血圧、糖尿病、精力減退、慢性便秘、慢性下痢、気管支喘息。 女性の月経困難症や不正出血などの全身性慢性疾患を引き起こす原因になります。運動不足や誤った食生活が原因で体に蓄積した毒成分による体細胞の変性が組織全体に広がるのを避けるために体はその毒成分を12か所に集めようとします。他の器官を正常に機能させるためにはそうせざる得えないのです。 このようにして、体の一定の場所に毒成分が集められた結果が主要であり最終的には悪性腫瘍すなわちがんなのですしたがってがんはその人の有害な内部環境に対する対策の反応なのですがんを治そうと思えば第一に健康と病気に対する考え方を変えなければなりません自分で病気を作り出したのだから それを治す責任も自分にあることを知らなければなりません。マクロビオティックの方法論とは、陰陽の思想に基づくものです。陰陽の思想は、数千年前に中国で生まれたものですが、実に単純でありながら、奥深い思想体系です。しかし、西洋の科学的思考法に慣れた人には、非常に理解し難いことも事実です。がんも、 ののバランスの乱れすなわち体の内部環境の極端な不均衡から起こるのですから体の中の均衡を取り戻さなければなりません栄養的に環境的にどんな条件が極端な偏りをもたらすのかをよく理解し食生活と日々の行いを通じて陰陽のバランスの回復を図ることによってその均衡を取り戻すことが必要です 均衡が取り戻せれば実際に体の免疫機構が働きがんを撃退するだけの力ができてくるのですサティラロの脳裏にはさまざまな疑問や反論が渦巻いていましたしかし今は批判めいたことは言わない方が良いと思い一体マクロビオティックとは誰が考えたものなのですかと聞きましたワックスマンは答えました ミチオク久し子友夫という人の言ったことです。イースト・ウェスト財団の会長です。非創家活教師であり、東洋医学や自然治癒療法に関する著書をいくつか出版しています。日本人ですが、ボストンに住んでいます。ミチオクは、ジョージ・大沢桜沢女一の弟子でした。大沢という人は、実は、 古文献や伝承を研究してマクロビオティックを復活させた人です。マククロビオティックという言葉を作ったのも大沢です。マクロビオティックということはそのような名称で呼ばなくても実はどこの国でも伝統に生きる人々がやってきたことなのです。その土地で収穫されたものを食べ自然の法則に沿って生きるということですよ。サティラロは 家に帰ってから一人で思い悩みました。サティラロにはマクロビオティックによる食生活の改善ががんの治療に有効であるという主張は科学的根拠に乏しくその診断法も理論も怪しげで論理的に筋が通っているとはとても考えられませんでした。それにマクロビオティックの引用理論は単なる一つの宗教的な信仰体系のように思われました。 科学的あるいは医学的な訓練を全く受けていない連中が最も優れた科学的研究機関や大病院の優秀な頭脳を持つ研究者や医師たちが解決できないような進行したがんの治療という難問に解決策を示すことができるなどという事実は認めることはできませんでした。現代医学はがんという課題に対して 何十億ドルという経費と世界最高のテクノロジーを動員していまだに何の解決策も見つけ出せないでいるのに私の子供くらいの若造たちが言う食事と引用理論で癌という難問が解決できるとはとても信じることはできない。サティラロはそうは思いながらも西洋医学の治療法では自分の病気が全く治る望みがないことも分かっていました。 しかし、西洋医学的ながん治療法以外に、有効な代替手段が存在するなど、言うことも信じられませんでした。しかし、心の奥底での感情的なレベルでは、マクロビオティックに好奇心をそそられ、なんとなく魅力さえ感じていました。ダメでもともとだ、競馬で言えば、ちょっと毛色の変わった下馬表にも上がらない穴馬に、少しかけてみようか。 大穴だという奇跡も時にはあるかもしれないと思い始めていました結局サティラロはマクロビオティックの食事療法を始めることになったのですサティラロは9月からワックスマン会で入りし食事をしたり料理方法を習ったりしました毎日玄米と野菜の入った小さな日本製の弁当箱を持って職場である病院へ通いました 病院の同僚は好奇心と憐憫、暴れみのことに満ちた目でサティラロを見ました。彼らの目にはサティラロが別世界に行ってしまったというような何とも言えない失望の色が見て取れました。とうとうあいつはインチキ療法に身売りしたと思った人も多くいました。サティラロ自身も自分が健康な時癌の末期患者がマクロビオティックに頼り出したのを見たら どううに考えたただろうと思いました初めは何の変化もありませんでした相変わらず麻薬性の鎮痛剤が必要な背部の痛みは続いておりホルモン療法のエストロゲンのためにブクブクに肥満し体重は 77kg もありましたマクロビオティックの同僚からは食物をもっと噛むように何度も注意されました同僚たちは サティラロがマクロビオティックによってがんを治すことができると本当に心底から信じてしましたそのためにサティラロ自身も気分がいい時は自分は治るんだと信じ始めていましたところがサティラロがマクロビオティックの食事療法を始めて2週間くらい経った時感冒、風邪のことかインフルエンザのような症状が起こりました 咳や痰が出て、あちこちが痛み、熱が出たのです。ワックスマンに、この風邪のような症状について話すと彼は、おめでとう、いい兆候ですよ。体の免疫力が回復して、がんを追い出し始めたための症状ですよ。体が、陰陽のバランスを回復し始めたとき、長い間かけて作られた毒成分を早く排出しようとして、 感冒やインンフルエンサのような症状を引き起こすすこここととはよくあることですこれを我々は調節の病気漢方ではつむまぶしというと呼んでおり組織が余剰物を周期的に排除するときに起こる症状ですこうした症状は病気回復の兆しであり喜ぶべき現象です」と答えました